スタブリッジの新作のリムーバブルベルクロキャップを、説明します。キャップ夏とか被るのになんかどうしても暑いからなかなかいいのなくて、でなんか釣りやってるとその暑いからキャップ絶対必要なんだけど、あの海釣りとか特に顕著なんですけど、なんかニューエラー被ってる人がめちゃくちゃ多くて、まあ、それはまあニューエラーの人気ってこともあるんだけど、なんか海の方とか海釣りとか行くとなんかベイスターズのキャップとか黒のベイスターズのキャップとか後ろ前に被ってサングラスかけて釣りやってるおっちゃんというか若者とか、まあ、いっぱいいて、でも暑くないと思ってニューエラーかっこいいんだけど暑いしすっごい汗かくし、なんかちょっと俺なんかニューエラー被ってあの場所で釣りやるのちょっと暑いなと思って、あの釣りラインとかだったらいいんだけどね、あの普通のやつとかちょっと暑いなとか思ったりとか、なんかちょうどいいのないかなと思ってずっと探してて、でサンプルを自分たちで作って、やりました。で例えば釣りっていうとロングビルとかになりがちじゃん、なんかいわゆる釣りっぽいあの形のキャップとかを作りがちなんだけど、なんか海とか行くととか港湾の方とかで自分のシーバスとかやってたりするとあのロングビルはまあいいんだけど、あの顔とかも日差さないしいいんだけど、あの強い風にあれがあのツバ長いのが邪魔すぎてあんまりちょっと良くないなみたいなっていうのとかいろいろあった中で、作ったそのサンプルをね作って、でそれをあのかみさんが自分があの見つけてきた釣りのワッペン、プラノのオールドのワッペンをなんか縫い付けてくれて、それを今年の夏ずっと被ってて、そしたらなんかそれがすごい良くて、あの汗かいてもなんかこうウォッシュがかかってるからあんまり気にならないし、すごいなんか良くて、あこれはいいぞっていうことで、まあそこからいろいろ試行錯誤してこれが出来上がりました。で、ポイントとしてはこれね、意外とないと思うんだけど、まあ、パタゴニア的なんだけど、パタゴニアのスプーンビルって自分はいつもあれが完璧なキャップって言ってるんだけど、パタゴニアのスプーンビルって何がいいって、いいポイントもうめちゃくちゃあるんだけど10個ぐらい、そのうちの1個はここが後ろがサイズ調整できるのにサイズがあるんだよ、うん、それってなんか俺すっげえ大事だなと思ってて、自分は頭すごい大きいから特に思うんだけど、なんか全部が全部これでワンサイズでってもう無茶な話なのよ。調節できるよ、頭にかぶれるのはかぶれるけど、ただ頭に入るってことと似合うってことってまた別だから、だからそのなんていうのかな、サイズがあるってのはすごい大事で、で、これもね実は、まあ、こうやって見て分かるか分かんないんですけど、これが LXL でこれ 2XL なんですよ。で微妙に違って、かぶりとかもで、あとこのバイザーの大きさも微妙に違う書いてるんですよ。でこのなんていうのかな、バイザーの大きさって結構大事で、大きいバイザーのを小さい頭小さい人がかぶるともうめちゃくちゃ帽子がでかく見えるし、普通の例えば小さいバイザーのものを頭大きい人がかぶるとなんか帽子がすげえちっちゃく見える。だからそのバイザーって結構その顔のバランスと合わせるのがすごい大事だなと思って、だからいつもうちので 2XL スタブリッジのヘッドウェアで 2XL かぶってる人がかぶれるサイズがこれになって、普通のキャップ、まあ、ヤスとかもそうだけど普通のキャップをかぶってる人は XL で LXL でいいかなっていうサイズ感になってます。で、ねこれはなんかミリタリーとかのなんていうのかな、ミリタリーの部隊とかで部隊のワッペンとかを貼るキャップ、タクティカルのキャップとかから着想を得たんだけど、ここにワッペンがベルクロでついてます。で、こうもう外してもね別にこれはこれでかっこいいかなと思うんだけど、このベルクロで、まあ、こっちがふわふわこっちがシャリシャリね、オスメスになって、このベルクロをここにこう付けられると。でこれが、1つのキャップに対して、2個
ワッペンがついてるんで、例えばなんか今自分が被ってるのはこれか、こうもできるということなんですよ、キャップね。で、近く見るとこのキャップとこのキャップ、2個、このワッペンのクオリティとかめちゃくちゃ高いんですけど、こういう風になっていて、でこれが、ちょっと裏技じゃないけど、ここにシンデレラフィットと、シンデレラフィットもないな、両方とも自分でサイズに出してるから、当たり前のシンデレラフィットなんだけど、でもこれがイエティのクーラーとかのやつにもつく、サイズ的にねつくようになってたりするのは狙ってなかったんで、すごいなっていう。だからキャンプとかやる人とかはイエティのクーラーとか、それこそヘリノックスのタピヒカルのチェアとかに、ついてる、ベルクロにこれをベタッとつけることもできますと。あとね、これシルエットが結構重要で、なんかこういうキャップってなんかこう被る、じゃあ極端に言うと、でもなんかこのなんていうのかな、自分はアメリカのそれこそニューヨークの方の黒人の人たちのファッションみたいな感じでキャップをなんか乗せる感じが好きだから、なんかこういう感じで被った時にかっこよくなる形なのね。で、被り方としてもなんかこうここのラインと地面が平行っていうか、前ニューエラの話をなんか、これがニューエラの話なんですけど、ここをね、そこには出ないんだ、こっちからニューエラの話の時にも言ったみたいな、ああいう角度をかっこよく被ってこなれた感じにもなる形になってます。で、ちょっとね、今日持ってくればよかったんだけど、自分がね、被り込んだサンプルがあって、それもめちゃくちゃいい感じになってるんで、すごい被り込んでいい感じになると思うんで、育つというか、さらにね、この雰囲気からいろんなとこ当たりが出てきてかっこよくなってくるんで、ぜひ被ってみてほしいです。とにかくね、今回この、ワッペンクオリティがすごく高いので、で今後このワッペンで、いろいろ展開していくというか、ハットのバンダナみたいな感じ、そうハットのバンダナみたいな感じで、ちょっと、コレクタブルって言ったらなんか言い方あれだけど、なんか欲しくなっちゃう感じの、になるといいなとか思ってるんで、別に何があるってわけじゃないんだけど、ちょっと面白い感じになってくんじゃないかなと思うワッペンなんで、ぜひ。で今回は、ワッペンだけも販売するんだっけ？はい、しますか？します。はい、イベントでワッペンだけの販売もあるみたいなんで、でもワッペンだけ持っててもいいんだけど、ジャケットかこれにくっつけるのがなんか、それ用だからそれがいいかなとは思うけど、かなりいい作りになってると思います。あ、こっちは普通のサイズか、 LXL で、こっちが 2XL、かなりいい仕上がりになってるんで、ぜひチェックしてください。お願いします。